どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて今回はですね、タイトルにある通り、阪神今季ブレイクする選手というものがね、先日発表されて、それについてね、語っていきたいと思いますと。いやーね、まあ安定の選手が選ばれてるという感じではあるんですけど、投手編、野手編という感じでね、2つに分かれて投票が発表されて、で投手編ではもう間違いなくこの人やろうとは思ってたんですけど、高橋遥人投手、野手では足のスペシャリストである上田海選手という感じでね、いや本当にもうブレイクしてほしい。まあ、遥人くんに関してはもう半分ブレイクしてるんじゃないかなと。まあ、上田選手もね、ブレイクしてるんじゃないかなという点においては、うん、とは思うんですけど、ただね、実際結果が出てないというだけあって、まあ、ブレイクとまでは言えないのかなと。まあ、2020年度ね、まだプロ野球開幕してません。まあ、これ最近ずっと言ってるんですけど、まあ、事実なんでね、まあ、言うしかないと。そういう状況ではあるんですけど、開幕した場合、もう足のスペシャリストである上田選手はどんどん走っていって、で、遥人くんに関してはね、まあ、昨シーズン3勝9敗と、すごく悲しい成績だったと、自分でも言ってますし、まあ、僕らファンからしてみても、結果がね、割と良かったんですよね、防御率とか。普通に考えたら良かったんですけども、援護率がとてつもなく低かった阪神タイガース、遥人くんの時は特にという感じでね、いやー、悲しかったけど、今シーズンに向けて頑張ってくれてたというところでね、結果が出るんじゃないかな、と思ってたんですけど、まあまあ、コロナがあってというところなんでね、まあまあ、それは置いといてね、今季ブレイクする選手にね、高橋遥人投手と上田海選手が選ばれたということなんですけど、その他の選手でもね、一応選ばれてる選手はいるんですよ。谷川選手、望月選手、浜地選手、この4人がね、大体集まってたっていう感じなんですけど、まあ、谷川選手、ここに関してはね、割とブレイクしてないという選手なんで、まあ、ここがね、僕は1位に来るんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、事実ね、オープン戦練習試合とめちゃめちゃいい成績残してましたし、これこそがブレイクなんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、細かいね、ブレイクというところにおいては、まあまあ置いといたとして、まあ、望月選手もね、なかなかいい感じで一軍で投げてくれましたし、正直ね、金本監督時代の望月選手って、まあ、棒球というと、なんかすごく言い方は悪いんですけど、そのホームランボールになるボールっていうのが多々あって、まあ、自立ホームラン被打率がね、割と多かった印象なんですよ。だから、ちょっとどうなのかなと、まあ、それこそ先発転向したりだとかね、そこから考えて、まだまだかなとは思ってたんですけど、昨シーズンね、めっちゃ良くなってましたよね。まあ、ストレートの威力が上がったのか、まあ、もしくはその制球力が上がったのかっていうね、まあ、いろんな部分はあるにせよ、望月選手もね、これはもうブレイクしたんじゃないかと。まあまあ結果がね、あまり出てないだけに、まあここもブレイクなんじゃないかなとは思うんですけど、そして最後に浜地投手、昨シーズンの、ね、開幕投手6人に選ばれてはいたんですけど、まあ早速変えられてしまったというね、まあ苦い思い出があったと、まあ途中からは中継ぎでもいいからっていう感じで、上に上がって中継ぎでどんどん投げてくれてという場面もありましたよね。まあそこから今シーズン中継ぎになるのか先発になるのか正直わからないですけど、まだまだね、ポテンシャルという点においてもそうですし、若いと。まあ、いろんなところ含めて、浜地選手にはね、頑張っていただきたいと。まあ、この4人に対して言うことであれば、ブレイクという点だけ見れば、谷川選手が一番ブレイクしそうだな、ということにはなってきますよね、個人的には。まあ、ブレイクしてなかったというのはちょっと失礼なんですけど、まあ、一番一軍の日の光は浴びてなかったという感じで、ね、まあ、金本さんの時は割と使われてはいましたけど、中継ぎで、まあ、言い方はあれですけど、敗戦投手というね、敗戦処理という感じだったんですけど、まあまあ、来シーズンはね、谷川選手なんて本当に頑張ってくれると思いますし、一人僕の中で追加してほしい選手といえば斉藤幸也選手ですね。まあ正直ね、結果が残ってないだけにどうなんやとは思うんですけど、魅力的なストレート、制球力においてはちょっと甘い部分はあるんですけど、もうストレートでガンガン押せる選手なんでね、ぜひとも一軍に上がってきていただきたいと思っておりますと。そして続いてはね、野手編においては上田海選手なんですけど、その他に島田海里選手、熊谷選手、小畑選手、この4人が上がってきたという感じでね。まあ、言い方はあれなんですけど、似たような選手、まあ内野手3人と、外野手1人と、足速いのが3人。まあ小畑選手も速いっちゃ速いですけど、まあ足をね、とことんまで使ってくるような選手っていう印象はないんですよね。まあ上田選手足、島田選手足、熊谷選手足、小畑選手は守備。っていう感じでね、まあ全員の課題というところは打撃だったんですけど、上田選手のって皆さんちゃんと覚えてますか？ちゃんと覚えてくれてますか？ソフトバンク戦でホームランを打ったあの試合を皆様覚えてますか？しかも左打席ですよ。
左打席であんだけ打てんねんから、もう打撃力はどん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 上がってきてるんですよ。そして足が速い、内野安打も期待できると、まあ、個人的に言うのであれば、もうスイッチヒッターではなくて、左打席に専念して、もう一塁まで駆け抜けるのを、もうもっともっと短くしてほしいという、もう1秒でも、まあ1秒っていうかね、1秒縮まったらめっちゃ早いわな。0.1 秒でも 0.2 秒でも縮めていただきたいなという感じなんですけど、まあこだわりはあるんでしょうね、スイッチヒッター。まあ松井稼頭央さんとかね、めっちゃかっこよかったもんな、スイッチヒッターって憧れるんですけど、右と左でね、打撃の練習量がね、分かれるんで、その専念した方が、まあ左やったら左だけに専念できるんで、上がってくるとは思うんですけど、そこはこだわりというところでね、そのこだわって、で成績を残していただきたいと。そしてね、まあ、島田選手もね、ウィンターリーグでホームラン3本か4本かって言ってね、すごくいい感じで上がってきてますし、オープン戦でもなかなかいい成績を残してくれたと。まあ、サンズ選手、高山選手、まあ、福留選手、糸井選手、近本選手ってね、まあ、すごく外野の枠は厚いんですけども、そこでね、勝ち取っていただきたいと。熊谷選手なんですけど、フェニックスリーグを見てたらね、その三振か、ヒットか、ファーボールか、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、その内野ゴロとか外野フライとかそういう印象があんまりないんですけど、しっかり触れてるようになってる気はする。個人的にね、まあただ若干守備が甘い。そのね、正直一軍に上がってきて、まあセカンド、ショートどっちかわかりません。だけど、セカンドもショートもだいぶ熱いんですよ。まあセカンドに関しては糸原選手がすごく不動になりつつある。で、ショートに関しては北条選手、木浪選手の一騎打ちだって言われてる。まあそこにね、上田選手が入ってきて、じゃあ熊谷選手はどっちに行くかと。まあセカンド、ショート。まあ大体のところはできるんですよ。外野もできるし、まあ内野もほとんどできるしって感じなんですけども、若干守備が甘くなってる気がする。そこだけがね、ちょっと心配。打撃はね、どん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 上がってきてるし、足も間違いない。ただ守備が甘いっていうところがね、やっぱり一軍ではそこはしっかりしていかないといけないと。まあもっと言うならね、阪神タイガース昨シーズン守備がね、とことんまでひどかったっていうこともあるんで、そこだけはしっかりしていかなければならない。まあそこさえどうにかできれば一軍固定までいけるんじゃないかなとは思ってますよ。そして最後、小畑選手ですね。小畑選手は守備もいいですし、まあ足もなかなか速い。ただ一つ言えることは打撃ですね。まあちょっとね、若い部分があるのかわからないんですけど、ちょっと非力っていう感じがするんで、もうちょっとね、体を大きくするというかね、まあ体を大きくしたことによって足が遅くなる、体が重くなるとかね、まあいろんなデメリットも出てくるとは思うんですけど、今のままじゃね、ちょっとね、飛距離が足らなさすぎるという感じなんでね、まあ期待はしています。鳥谷2世みたいな感じで見たいと思うんでね、ぜひとも上がってきていただきたいと思っておりますと。はい、というわけで本日はですね、今季阪神タイガースでブレイクする選手について語らせていただきましたと。いやーね、まだまだね、語りたい選手はいるんですけど、ただブレイクっていう点においては、そのもともとブレイクしててちょっと今ねシーンってなってた選手がまた上がってきたっていうのをブレイクというのか、再ブレイクとは言うんでしょうけど、その再ブレイクの選手を選ぶのはちょっと違うなと思ったんで、まあ他の選手は挙げなかったんですけどね、僕が挙げた選手は斉藤幸也選手だけなんですけど、まあまあその他にもね、ブレイクしていただきたい、まあ、再ブレイクしていただきたい選手なんて山ほどおるんで、まあ頑張っていただきたいなというふうに思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。